ライカ。ライカ、1954年から1957年11月3日は、宇宙船、スプートニク2号に乗せられたメスの犬の名前、地球軌道を周回した最初の動物となった。1957年11月3日、ライカを乗せたソ連のスプートニク2号は、バイコネルール宇宙基地から打ち上げられ、地球軌道に到達した。 それ以前にもベイソが動物を宇宙に送り出していたが、弾道飛行のみで軌道を周回するまでは、至っていなかった、宇宙に行った動物を参照。実験に、オスではなくメスの犬が選ばれたのは、排泄姿勢の問題からである。スプートニク2号は、大気圏再突入が不可能な設計だったため、1958年4月14日、大気圏再突入の際に崩壊した。 ライカは打ち上げから10日後に薬入りの餌を与えられて安楽死させられたとされていた。しかし1999年の複数のロシア政府筋の情報によるとライカはキャビンの血管による過熱で打ち上げの4日後に死んでいたという。さらに2002年10月スプートニク2号の計画に関わったディミトリ・マラシェンコフはライカは打ち上げ数時間後に過熱と ストレスにより死んでいたと論文で発表した。ライカに取り付けられたセンサーは打ち上げ時に脈拍数が安静時の3倍にまで上昇したことを示した。無重力状態になった後に脈拍数は減少するも地上実験時の3倍の時間を要しストレスを受けている兆候が見られた。この間断熱材の一部損傷のため 船内の気温は、摂氏15度から41度に上昇し、飛行開始のおよそ5から7時間後以降、内科が生きている気配は送られてこなくなったという。結論としては、正確なところはわからないということである。打ち上げから40年後、宇宙犬たちが訓練を受けた、モスクワのペトルフスキー公園の南西にある、航空宇宙医学研究所に、内科の記念碑が建てられた。 内科には複数の意味がある。打ち上げ当初、この歴史的な犬の名前に関する報道はかなり混乱していたが、打ち上げ直後の紙面では、クドリャフカという名のスピッツなどと伝えられている。クドリャフカ、クドローヤベカの語彙は、巻毛ちゃん、英訳で、リトルカーリーであり、また、この報道においては、巻尻ポのワンちゃんという意味を含んでいる。打ち上げ直後に、 世界の報道は錯綜し、世界各国で犬の性別すらわからない状態が続いた。当時アメリカ、ニューヨークタイムズで真っ先に、犬種としてのライカ犬、個体名称は不明と表されたが、数日後に AP 通信がソ連からの情報として、犬の本当の名前はライカであると報じた。1958年ソ連文化編、朝日新聞社翻訳、発行の スプートニックソ連の人工衛星のすべてなどでは、ライカの名を使用している。打ち上げ以降のソ連のニュース映像に登場する、新聞の見出し並びに1958年ソ連文化賞編、朝日新聞社翻訳の、スプートニックソ連の人工衛星のすべてでは、最初に宇宙に旅立った犬の名前にいて、以下のように記している。ソ連国内の当時の科学アカデミー会員などの、 打ち上げ関係者情報では犬をクドリャフカとしているが、打ち上げ直後の報道混乱期以降、報道の現場では、世界的にライカ、内氏はライカ県と呼称しており、イコーソ連国内関係機関を含めてライカという名前が使われるようになった。現在においては、ロシア国内の記念碑にも、と書かれている。これは、マット、雑誌県とスプートニクによる、 当時のアメリカのマスコミによる独自の造語である。ムトニクが最初の宇宙圏の名前であることの意義については、1957年12月6日に打ち上げ失敗したバンガード t v んに対する当時のマスコミの対応についてのレッドムーンショックの記述参照。ソ連は世界初の栄誉を国産固有種の犬で飾りたかったがために、 研主偽装報道をしていたとする説がある。ただし、ソ連文化省の解説を翻訳した文献によると、ソ連文化省は1958年の時点で、内科の系統は残念ながら明らかでないと述べている。研主偽装説は例えば、ジョアン・フォンクベルタ著・タチョのスプートニクでも見ることができる。なお、ジョアン・フォンクベルタ著・タチョのスプートニクはフィクション作品とされているが、該当部分から引用する。 スプートニク2号のために訓練された10匹以上の犬の中から3匹が選ばれた。アリビーナである。アリビーナはすでに観測ロケットで2度の飛行経験があった。最終的にライカが選ばれ、アリビーナはライカの控えようにムーハはケーキと生命維持装置のテストに使われた。スプートニク2号の狭いキャビンに適応させるため、犬たちは20日間かけて徐々に小さな檻に移されて、 言ったという。ライカ以降、ソ連は通算13頭の犬をロケットに乗せて打ち上げているが、これは1961年の人類初の有人宇宙飛行、ユーリガ・ガーリンによるに備えたものであった。ライカは生還しなかったものの、その多くは地上に生還している。周回軌道から無事に生還した2頭の犬、ベルカとストレルカは特に有名で、ストレルカの子犬の1頭は、 ジョンカイケネディベイ元大統領に送られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。